はい、どうもこんにちは。こんにちは。キースイカの情報と勝手に宮島アンバサダーの広重美奈子とみなごんです。はい、どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。一人ちょっとご紹介を忘れてました。金水館の重森と申します。よろしくお願いします。お願いします。全く打ち合わせなしなんで、びっくりしてると思うんですけど、いつも二人で撮ってるんですが、今日はちょっと3人でね、撮らせてもらおうと思って、はい、うちのスタッフの重森なんですが、彼がEC サイトの担当をしてまして、はい、はい、それでちょっと商品のね、紹介をしようかなと思って、はい、僕よりも説明が、ね、うん、深く、できるので、ちょっと信用を持っていただいて打ち合わせなしだからできるんですよ、はい、まあその中で、今回ご紹介させていただくのが、最近ちょっと新しく入荷した作ったって言った方がいいのかな、商品と、うちのオリジナル商品を、ご紹介させていただくのと、 EC サイトで一番人気の、アナゴ飯セットですかね、はい、も、ご紹介させていただこうと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします。じゃあまずね、一番最初に重森さん、どれが一番説明したいですか。僕これいきましょうか。ああ、お願いします。はい、このすだち醤油、はいはい、これもともと宿泊した方だけしか味わうことができなかった商品なんですけども、まあ、どれが商品できないかっていうお客様からの声から生まれた商品ですね。へー、すごい、はい、結構試行錯誤して、で、はい、レシピを、まあ、いろいろ考えて、実はこのラベル自体も僕が一緒に考えてます、業者さんと一緒に、はい、本当です、本当です。そんな一面もあるんですよ、そういうイラストとか。イラストは難しいんで、大体のこう構成で、英語な、そうですね、文言であるとか、うん、この横にもいろいろね説明書きがあるんですけど、でも本当この醤油、はい、前夜ご飯食べさせてもらった時に、確か白身のお魚、ね、タイとかそういったものの白身だから、はい、すっごい美味しいなと思ってたから、うん、実際にこれ販売されてすごい嬉しいですね。そうだから僕の、ちょっと仲良くさせていただいてる方とかもこれを10本とかご注文いただいたりとかするので、お土産にもいいですよね。お土産にめちゃめちゃいい、うんうん、喜ばれる。で、賞味期限が今半年でしたっけ、うん、もう1年だ、1年、あ、1年、はい、これ料理にも使えるんですよね。そうです。あ、ちなみにどんな料理になります。確かに来ましたね。お刺身が一番だと思います。僕がよく聞くのはサラダにかけても美味しいって。あ、ドレッシング、オリーブオイル入れて混ぜて、そうそうそう、カルパッチョとか、はい、カルパッチョですね、うん、カルパッチョいいですね。今振られてすごい困った、いいね、あと普通に酢の物とかでも使えるってもね、美味しそうだし、でもやっぱり醤油なんでちょっと味は濃くなりがちなんですけど、うん、多少ねドレッシングの代わりにちゃちゃっとかけて食べるっていうのはすごい喜ばれます、ね、お召し上がりいただくには金水館に泊まるか、ご購入いただくか、はいはいはい、今のは営業トークでございます、はい、1本910円でございます。安いですよ。いやいや、もう本当に相当時間かかりますよ、ね、商品化するのに。じゃあもう一品どれでいきましょう。僕これですね、もう、あ、そうか、もう担当的には、はい、はい、こちらアナゴ飯セットですね、はい、お家で宿のアナゴ飯セット、はい、はい、こちら、中はですね3500円なんですけど、冷凍で、届きます。で、アナゴは4尾2人前ですね、一応で、お米も2合入ってまして、お一人様1合ずつで、タレも2人用で、こちら桑田米ですね、天使のお米といわれて桑田米を、はい、利用させていただいております。これめちゃめちゃ実は食べお召し上がりいただいた方から美味しいっていうご好評いただいてて、うん、このさっき言った桑田米、うん、桑田米うちの契約農家なんです、うん、なので、うちが結構仕入れさせていただいてて、うん、本当にさっき言って天使のお米って言われるぐらいツヤツヤしてて、うん、甘くて、美味しいお米になります、うん、お宿で出してますよね。お宿で出してます、うん、お宿の夕食のお米は桑田米、うん、はい、ご満足いただける一品かなと思います、うん、はいはい、おいくらでしたっけ。3500円。3500円です。3500円。3500円。うん、アナゴ飯がうちで食べると1枚2500円なので、うん、お得だ。お得です、うん、まあ、その分ね、ちょっとご自宅で、うん、まあ、解凍してお米だけっていう手間はありますけど、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、これもちょっと私言ってもいいですか。あ、こっち行きますよ。これこの金水館限定瀬戸内レモン味イカ天
まあ、瀬戸内レモンイカ店ですね、うん、これ、広島の丸化食品さんっていうイカ店の会社、このイカ店を作ってる会社さんとコラボして、うん、はい、すごい作らせていただきました、うんうん、ですごくもう宮島金水館に来たよって分かりやすいので、うん、お土産としてもおすすめなんですが、うん、実はご宿泊いただいたお客様のお部屋にも、ね、そうですよね、入ってるんですよ、はい、だからあのうちにご宿泊いただくとこれがお部屋にポツンと置いてありますんで、ぜひお召し上がりいただいて、はい、あ、美味しいなと思ったらお土産にご購入いただいて、うん、皆様と共有していただければという商品になっております、はい、これね、こだわったんですよ、あの宿に来たっていうのが分かるような写真とパッケージとコラボしてますよと、うん、宮島のいつ来ても、ね、春夏秋冬を載せさせていただいてて、はい、これ袋捨てたくなくなれちゃいますね、そうだからいつでも金水館を思い出していただけるかなっていうおすすめの商品でございます、うんうん、お値段が210円ですお値段が210円でございます、うんうん、はい、これね、ネット通販でも買えるんですね、はいはい、今のところ紹介したこの3つ、すだち醤油も、花嫁セットも、イカ天レモンも、金水館の公式オンラインサイトでご購入いただけますので、はい、ぜひよかったら、買ってください、はい、で、最後にこれね、宮島レモンティー、宮島レモンティー、これあのうちもうこれも実はコラボ商品でして、うん、これは、カレールチャピックさんという東京にある、紅茶専門店、はい、と、コラボして、うん、うちのためだけに作っていただいた紅茶になります、うん、これおいくらでしたっけ、880円です、はい、ありがとうございます、ミラモンが買ってくれました、あ、はい、買います言ったね、はい、買います、お、ありがとうございます、ありがとうございますでも本当にちょっと飲んでみます、はい、じゃあちょっと作っていきましょうか、せっかくミラモンが入れてくれたんで、いや、上がりました、行こうかな、いただきます、いただきます、熱い、あ、香り、あ、いい香り、あ、レモンの香りする、いきます、そう、なんかこのカレルチャペットさんってめちゃめちゃあの茶葉とかにこだわってて、すごいらしい、うんうん、らしいしかもこの話はできないですけど、なんかその紅茶の葉っぱを取るためだけに世界いろんなところ行ってみたい、こだわりがすごい、こだわりがすごい、催事も行ってましたね実は、あ、そうですね、百貨店で催事を行ってまして、金水館のあの穴子飯お弁当、はい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 、あれを催事で、どこです、そごとか、あ、近場はないんですけど、この間は横浜高島屋行きましたし、あ、横浜まで行ったんですか、はい、今度は姫路行きますし、すごい、大阪のね、阪急とか阪神さんとか、あとは九州の方とか行ったりですね、はんはんはん、一生懸命穴子飯の伝道師として、うん、一生懸命とお宿の PR を、まあ、一生懸命ってことで、反応どうでしたか、めっちゃいいですよね、今最近はちょっとね、だろうね、最初はねちょっと苦戦しましたよね、場所的にもあるし、まあ、季節って、まあ、いろいろあるとは思うんですけど、まあ、でこれからも、まあね、必ず全てうまくいくとは限らないかもしれないですけど、まあ、でもリピーターが増えていけばね、すっげーなんかテンションになってそうなんだ、そうなんだ、最初のほうがなくて、そうなんだ、ね、僕ウルトラマンと一緒で3分で切れるだんだんもう下向いてる時間が長かった、3分で切れるんだ、でも杉森さんこれのアイデア料理を言われた時にだいぶダメージを、エネルギー取られちゃった、そうきたかそれがなんです、あーだんだん元気になって そのツッコミがあるかと思ってもうね、あんまりね言葉発しないようにしない下手に言うとそっから突っ込めちゃいけない、やでもあすだち醤油のアレンジ料理ってめっちゃ聞かれるから、聞かれてるもんだと思って、なんか分かんないですけど、すだち料理のアレンジ料理をインスタグラムに投稿してくださいで、こうやってなんかいいなと思ったらこれをプレゼントしますみたいな、なんかイベントとか、あ、それで皆さんこれあのずっと撮ってると思うんで、皆さん今新しい企画が生まれました、はい、あの YouTube でちょっとね、紹介またします、でその時にあのミナゴンが作ったね、はい、レシピを、投稿させてもらって皆さんにも同じものを作ってもらうか、新しいアレンジ、他の同じものよりも皆さん の, あのアレンジ料理もあのちょっと どっちもいいと思う、どっちもありでインスタグラムに投稿して、あ、そうそう、まずはインスタに投稿していただいて、うん、皆さんもみんなでシェアしていい感じいい感じいい感じにまとまった、はい、
はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日はね、ちょっとこの EC のね、商品の紹介と、まあ、重森さんの、最近のねやってますよってちょっとご紹介動画をさせ撮らせていただきました、はい、ちょっと話の中でね、雑談の中でちょっとすだち醤油の、企画もうちょっと生まれましたんで、近々 YouTube でそれも一本撮らせてもらって、はい、皆さんの参加型企画をね、うん、ちょっとやらせていただこうかなと思います。はい、金水館チャンネルでは、宮島の情報だったり宿の情報だったり、あとは広島の情報ですね、こういったのを、発信させていただいております。この動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンとグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。